年明け早々やらかしてしまったことは、体調を崩しました。年明け早々やらかしてしまったことは、地元に大切なネックレスを忘れてきました。レディオマッシュアップ、今週のオープニングナンバーはイーガルズで別世界。EXILE の立花健二です。 EXILE 哲也です。そして E-GIRLS は塩玲奈です。佐藤晴美です。イエーイ、よろしくお願いします。引き続き、先週に引き続きね、E-GIRLS から塩玲奈さん、佐藤晴美さんをお迎えしましたけれども、オープニングの一言、年明け早々やらかしてしまったことはですが、はい、ラジオネーム伊豆半島さんからのリクエストでした。ありがとう。私が やらかしたことは、階段で道を譲ろうと後ろに下がったら、一段あることに気づかず尻餅をついて右足首をひねってしまったことです。痛い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 。皆さんの年明け早々やらかしてしまった出来事は何ですか？いやー、これはね、悲しいね。悲しいね。良かれと思ってね、いいことしたら自分がちょっと被害被るっていうね。いやー、わ
かるな、ね、わっしーは体調崩したの？体調崩しましたね、体調崩しながら旅行しましたね。ああなるほどね。そこは折れなかった、折れなかった、折れなかった、もう、もう行く、ね、そこは行く、そこはもう絶対行ってやるんだ。どこ行ったの？ちなみに本当いろ、まず佐賀に帰りました、うん、3日まで、うんうん、からの京都へ行きました。お京都もで、お着物を着て初詣に行きました、うん、なるほどなるほど。でこの辺で体調を崩します。うわで寒いからね、うん、その後にあのシンガポールへ行きました。ああシンガポールだんだんで体調崩したまま、はい、シンガポールすごい。でもさプール入ってなかった？あプールもしっかり入ってきました。逆に治ったんじゃないですか？楽しくて治ってたと思ったんだけど、また帰ってきたら風邪だったな。繰り返したんだ。え、はるみちゃんは？私山形帰ったんだ。山形帰ったんだっけ、うん、帰ったんだっけず、うん、どうしたどうしたの？したら、うん、友達と銭湯さ行ってたんだっけけど、銭湯さ行ってたんだっけ、銭湯さ行ってたんだっけけど、うん、でもそこでネックレス忘れてきてしまったんだっけ。忘れてきてしまったんだっけ。忘れてきてしまったんだけど。ああそうか。悲しいな。近所のおじさんみたい。ずがつくんだね。ね、ずつきます。ずつきます。忘れてきてしまったんだずっていう。あそうなんだ。つくんだ。珍しいのよ。だっけず。山形のなんか。珍しくない、うん、あまり聞かない、うん、そうだね、うん、確かに。でも横須賀はべつけますからね。いやーべーそうです、行くべーみたいな、そういうことね。うん、なんかしたっけとか。ああそうそうね、うん、そういうのは言うけど、うん、なんか珍しいんだよな、癖になるんだよね。さて、はい、E-Girls Perfect Live 2011-2020 が、うん、スタートしましたけれども、はいはい、2月1日から始まりましたね、はい、今回9都市13公演、はい、いやーありますよ。ありますね。これはもう E-Girls としての最後のライブですよ。はい、皆さん行かないと。このいやー来てください。このメンバーでやるのは最後なわけですよね。そうですよ、本当に歴史に残っちゃうライブになっちゃうわけですよ。そうだね。これを逃したらもう E-Girls 見れないわけですよ。行かないと。でも本当そうですね、これが本当に最後の最後のツアー。そうだよ。そっか。なんでなんか結構実感なかったですね、始まる時とか。全くない。最終公演どんな気持ちになってるんだろうっていう。それはちょっと ねやってみなきゃ分かんないけどね。多分入りの出る前に泣いてるメンバーいるだろうね。いますね。いますね。あいつ、あいつ、あいつだな。どいつだ、どいつだ。イニシャル教えて。イニシャル、イニシャル。TY ですね。TY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  です。TY どういうの？TY。武部ゆずな。そうです。来た。ゆずか。もう本当の泣き虫なんですよ。そうなんだ。そんな泣き虫を、オランダ行ける？いや、行ける。リーダーになるんでね。そうですね。そうなんだ。あ、そうなんだ。まあ、バッティング立ち番で。じゃあもう、ピリッとするわけだね。相当しますね。ピリッとするときはしますもんね。泣きながら。泣きながら。ちゃんはあれだよね、ライブで見てても、底抜けに明るいよね。いや、本当に。パワフル。悲壮感がゼロだわ。確かに確かに。本当にそうですね。ちゃんとしてるよね。そう。アーティスト向きだと思いますよ。確かにね。DK も泣きそうですね。でも。DK。お DK 誰だ ？DK は。誰だ ？DK。DK。え？DK っている ？DK みたいな。カエデ？そうですね。カエデ名字なんていうの？ドバシ。ドバシ。ドバシって言うんだ。ドバシ。ドバシ。これ今忘れてたわ。名字油断すると忘れちゃいます。あでも DK 泣くね。泣きますね。 DK 泣く、泣きそうだね。そうなんだよ。まあ、でもきっと最後にはみんな泣いてますよ。そうですね。でも泣くと歌えないんだな。ボーカルはそうですよね。そう、なんかね、どうしようって思います、いつも。でボーカルが泣くともう絶対にみんな泣いて、もらい泣きしちゃってね。そういう感じだよね。これまでのツアーもやっぱりこう終わるとやっぱ泣くことある。
イレブンの時はみんな泣いてましたね。11人になって初めてのアリーナツアーだった時に、うんうんうん、あそうかそうか、最終日にこうスタッフさんがなんかこう垂れ幕みたいなのにお疲れって、うん、まあ、メンバーにしか見えないところにあの貼ってくれてて、なんかそれを見ても泣きましたねステージ上でいいね、いい話よ、それはもう心温まりました、温まってね。そんなライブですけども、2月は、29日、はい、あと3月1日が武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナ、そして3月20日が埼玉スーパーアリーナということで、埼玉もあるんですね、いいね、3月20日、うん、いやこれはもう駆け抜けるしかないですね、うん、そうですね、駆け抜けたいと思います、うんうん、はい、ちなみに e-girls、まあ、卒業というか解散後は2人はまあソロアーティスト、そしてまあモデルとしてまあ活動していくと思いますけども、何かこう具体的に今これをしようと思ってますか、あります？具体的にそうですね、でも今準備期間なので本当まあ楽曲をこう選曲したりだとかしている最中なので、まだこう漠然とはしてるんですけど、本当に今までやってきた楽曲っていうのが、まあ、e-girls だったりフラワーだったり、こうグループでの楽曲が全てだったので、うん、なんか自分でこう自分個人を表現できるものってなんだろうなって、こうさらに今までにないぐらい追求した時にできるものっていうのがどんなものなのかなって自分でもこう模索しながら、そうだよね、楽しみながらやっていければなと今は思ってますね。だって普通に考えてさ、うん、歌う量3倍ってことじゃん。そうですね、今までの e-girls は3人ボーカルがいるので、そうだよね、割り振り任せられるんですけど、まあ、なんかこうね、ボーカリストの苦しみだったりとか、なんかこうやりがいみたいなものがね、きっとこれからどんどん出てくるんでしょうね。いや頑張りたいと思います。ハルちゃんはもうモデル一本って感じですか？モデル、そうですね、機会があればお芝居とかもやらせてもらったりとかしていきながらですね。でも私はあの、まあ、グループをやっている時も、まあ、個人の活動をなんかやりたいことをやらせてもらえてたので、なのでその延長線上かなとは思ってますね。うん、なるほどね、延長線上で、まあ、今までは本当にグループがあったからこそできてたものもたくさんあったと思うので、そこをどう自分の道を切り開いていくかっていうところがすごく、頑張らなきゃいけないところだと思うので、はい。踊りはどうするんですか？踊りはでも続けたいですね。いや絶対続けた方がいいと思うんですよ、ね、はい、ダンスはね、ダンスをやめる必要が全くないじゃないですか、うん、そうなんですよね、うん、ダンスって死ぬ間際まで踊れるから。踊れるんですよね。踊れる踊れる、ほんともう目だけ踊っててもさ、うん、踊りだからわかんないけど、なんかね、そのなんかダンスを楽しむっていうのはなんか続けてほしいなと思いますけど ね、はいね、はい、急にね、今までの重圧から解放されて急にクランプとか始めちゃってね、ね急にラグパウンド入るんですか？急にこうキャップをふかふかにかぶってこうやったらスタイルいい女の子かなと思ったらハルミちゃんみたいな、ね、でもこの前あのタイトアイズの踊りを生で初めて見たんですけど、やばくないですか？わーって泣いちゃって、なんかやばいものを見たみたいな、ちょっと神々しくて、ちょっとなんかあのそれ神々しい、神々しいびっくりした、神々しいではないね。あれ神々とは、いや、インダよ、インダ、あれは神々だ、インダがした、インダがした神々、神々しい、このままでいてほしい、このままでいてほしいんだ、本当に神々、このままでいてほしい、そうなんだよ、ピュアなんだからさあ、それではここでもう一曲、e-girls の曲聴きたいと思いますけど、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。 e-girls で Mr. Snowman。雪の中に立ちすくんで
チャレンジ。でこのコーナーは私立花健治がリスナーの皆さんからいただいた一言をうまく中国語に翻訳できるかチャレンジするコーナーです。イエーイ。すごい。審査員は LDH きっての中国語の達人チャンオーです。よーチャンオ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 ー。 あの方審査員だったんですね。そうなんです。あの方は審査員です。ひっそりあそこにいるけど審査員なんだ。新しいマネージャーさんからさあ審査員のチャンオーをお迎えして今日はラジオネームスアレスホマーレさんのメールからスアレスホマーレ、スアレスホマーレ来ましたね。ありがとうございます。さあ以前は名付けていただきありがとうございます。早速使ってます。突然なんですが私はフィットネスで働いているのですがそこの利用者さんに中国人の方がいらっしゃいます。私も周りのスタッフも中国語が話せないためなかなか声をかけるのが難しく悩んでいます。片言では日本語を話せるのですがもっと距離を縮めたいと思っています。何か距離を縮められる中国語があれば教えてくださいということで今日は距離をギュギュッと縮められる中国語にチャレンジです。さあなるほどね。2人とも何か知ってる中国語ありますか？タシシェイ。タシシェイ、それはどういう意味ですか？タシシェイ、うん、うんうんで言っちゃう。ちゃんおがねえすごいですか？すごいなんじゃないこの人誰ですか？あそう、この人誰ですか？タシシェイ。フーは言うってこと？あ、そういうことです。なるほど、タシシェイ、うん、タシシェイ。はい、みちゃんはイーチイーチイーチだけ覚えてます。意味は一緒。あ、そうそうそう、一緒。イーチイーチ。あ、そうなんだ。一緒。じゃあよ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 。頑張って。じゃあよじゃあよ。あ、この間台湾で聞いた。じゃあよ。あ、じゃあよね。じゃあよ言ってた。可愛いですね、じゃあよ。確かに。開心、ぼう開心、ぼう奮開心。ぼう奮開心。合ってる。お、イエーイ。もうすごいね。すごく楽しい。俺の二人結構知ってるよ。わし、このコーナーやる？やる。やってみる？距離縮められる。そう、フィットネスでね。まあね、ジムに行って、うん、でもジムってさ、ちょっとこう独特な距離感あるよね。あ、そうですね。話しかけ、そうそうだね。あ、なんか集中してんのかなみたいな。わかる。雰囲気もあるし、うちの事務所のジムもさ、あの挨拶は行くんだけど、うん、なかなかさ、うん、こうちょっと話しかけようっていうのは難しいよね。どんなメンバーでも、うん、確かにね。結構みんなこうストイックに集中してるね。そうそうそう、シーンもあるからね。そう、確かにそうですね。なんか健二さん今頭の中で今もう、ね、整理してるし、今もうね頭の中でもうシチュエーションが浮かんでんのよ。あ、そう、そう、まあ、どんなどんな。いや、要は、まあ、この中国人の方は分かんないですよ、うん、どんな方かね、まあ、仮に男性だとしてめちゃくちゃこう鍛えてます、はいはい、そんな鍛えてる男性がかけられたら嬉しい言葉。おお、なるほどね。あー、はい。チャンオーがもう目がキャーン。今日はどんだけバッサリ切ってやろうかみたいな。そういうことでしょ。厳しいんですよ、チャンオー。あら、本当に厳しいんですよ。優しそうな、うん、笑顔なの。かわいい、じゃあそれでは、いいですか？いいですよ。それでは、ケンチャレンジ、ファイト。ニハオ、你的肌肉很大，开心开心。あれ？あ、丸？まあ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 。ちょっと首かしげながら。あれ合ってない？なんかちょっ
え、セクハラなんのこれ。今の直訳すると何ですか。楽しい楽しい、筋肉めちゃくちゃでかいですねって。そう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 、そういうこと。あなたのでも、なんだかちょっといやらしい。ケンチさん、いやらしいですって。下心で。だって、あれじゃん、だってあのボディービルダーの人がさ、大会に出てる時のさ掛け声聞いたことある。え、何ですか。よ、冷蔵庫とか言わない。言ってる言ってる、周りが悩んでる。あのね、うん、セリフ超面白いのよ。面白い。右肩になんか戦車乗ってんなみたいな。要は大きさを褒めることがすごい大事なんだ。言われた方も上がるんだって、だから、この方がもしも鍛えてたら筋肉すごい大きいねって言ってあげると、おそうかいってなるじゃん。なるほどね。だから、あの筋肉すごい大きいね、嬉しい嬉しいって言ったわけですよ。セクハラじゃないでしょこれ。まあね、まあ、まあセクハラ、まあ、でも女性だったらセクハラだ。女性だったら ね女性はダメです。ダメですか、うん。横浜レディオマッシュアップ、そろそろお別れの時間です。2週にわたってゲストに e-girls から和潮玲奈さん、佐藤晴美さんをお迎えしましたけれども、うん、はい、改めていかがでしたか。面白かったです。ハルミイジリがなんででしょうかね。私はここのラジオですごいいじられる。え、待って、他でいじられないの。いじられる時もあるんですけど、うん、そんなです。本当、はい、なんかさ、この気使わせすぎてるんだよ、周りに。こんな素材、ね、ずっといじってられる。しめしめだよね。高かった高かった。でも俺とケンチなんてまだ緩い方だと思うよね、エグザイルメンバーだったら。あ、本当ですか。これ松さんとか言ったら大変だと思う。多分松さんと直人とかいてみたら、ずっといじられてる。ちょっと恐怖です。恐怖です。ちょっと恐怖です。それは見てみたいけど。楽しかったです。いやー、ワッシーも楽しかったですか。いや、楽しかったです。本当ですか。はい、いろんな話をお聞きできて、うん、ワッシーのね、これからのソロ活動が楽しみですね。ソロになってもあれだよ、ちゃんとこのラジオには出たいって言い続けてください。あ、本当ですか。出させてくれるのかしら。当たり前。すぐですよ。いつでも来ていいんだから、このラジオ。本当ですか。何もなくてもトントンって来ていいんだから。あ、本当そうなんですか。やった。全然、そうなんですかって言って、きっそーきっそー。今、来たい気持ち一ミリもなかったでしょ。今年中にきっそー。仲間、仲間を連れてきましょう。しげとめさんとか。あ、しげとめさんとか。誰もいじりがあんま喜んでない。いやいやいや、しげもね、いじりが満載なの。そうですよね、本当に。本当に出てきましょう。ちょっとそろそろ、そろしげも会いたいね。そうだね。しげも欲してるかもしれない。欲してるね。さて、イーガールズですけれども、改めてニューシングル別世界が1月29日にリリースですけれども、このシングルの何かイベントなどはあるんですか。ありません。ありません。あ、ないんだ。おお。ミーグリやったり。ミーグリは、はい、ライブでね。ライブで。ライブやってるからね。ぜひ来てください。お願いします。ミーグリ、当たればね、メンバーにライブ後会えるってことですね。そうですね。写真撮ってね。ね、貴重だそれ。それ楽しい、ね、最後のライブですから。うん。確かにそれも最後になるんですね。そうですよ。そっか。噛み締めていこうよ。噛み締めていきます、ね。うん、だってもう解散したらもう e-girls のメンバー合わないでしょ、はるみちゃんだって。ええ会ってください。会ってください。会ってください。お願いします。会ってください。ご飯行ってください。それで本当に会わなかったら怖いわ。ね、怖いですよね。ソロになってね、仲良く切磋琢磨してほしいですけど。そうですね。はい。2週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。いつでもいらしてください。はい。皆さんからのメールもお待ちしています。アドレスはmash@fmyokohama.jp、mash@fmyokohama.jp です。それでは、ケンチさん、はい、1個だけ告知していいですか。あ、どうぞどうぞ。いいですか。はい。2月4日に、はい、ローソン町カフェと、はい、アメージンコーヒーのコラボレーション第3弾がスタートいたします。おめでとうございます。今回は
これ、はい、お母さんが全然飲めないって言ってました。なんで？もう売り切れちゃって飲めないって。ないんだ。大人気なんですよ。いいじゃないの。それはもうあれだよ、そこのローソンの店長さんに、はい、仕入れてくださいって言えば、そうですね、はもう店長さん次第なんでね。店長さん次第か。そうなんですよ。ちょっとじゃあお願いして。いやぜひ、はい、もうアメ今回はね、はい、アメージングチョコモモザセカンドって名前で、チョコモモ大好き。そうなんです。今も飲んでます。そうなんです。セカンドがつくんですね。つくんですよ。なぜセカンドってついたかと言いますと、はい、ウェブ動画先日公開されたんだけど、はい、まあ、その中の楽曲使わせてもらってて、はい、長吉がついにねコーヒーとバレンタインで曲書いてくれたんだよ。素晴らしいね。そうなんですよ。セレブレーションという曲なんですけども、はい、まあ、その曲を、ちょっと今回使わせてもらって、セカンド寄りな素敵な、楽曲になっていますので、その曲とともにアメージングチョコモモザセカンドを飲んでみてください。全国のローソンですよね。全国各地にあるローソン全部で売ってますんで、はい、売り切れない限り、はい、ぜひ皆さん飲んでください。はい、それでは来週の夕方6時半にお会いしましょう。エグザイル立花健二とエグザイル哲也とイガールズ鷲尾玲奈と佐藤晴美でした。バイバーイ。